どうも、スイス暮らしのパノットです。今日はですね、遠出したいと思います。今、車の中にいます。僕が運転するわけではないんですけど、今日は、ですね、運転手が来てくれてます。運転手はですね、普通、マヌル車でしか、走ったことないんですけども、いきなり今日は初めてオートマの車になります。今、困惑してますね。大丈夫かな大丈夫だと思います。今日、後でどこに行くか、見ましょう。それでは、また後で。一旦家に戻ります。というか、運転の動画は先週撮ったものなんですね。今日はスイスで運転するときに注意すべきところをいろいろ話したいと思います。でも、その前に、恒例ですね。今日はこのビールです。ティチーノ州にあるベリフィッチョ・ソトビシオのティファンオンっていうビールです。まず飲みたいと思います。いい色ですね。すごいリフレッシュするような味をしてますね。説明ではアメリカンウィートエールっていうスタイルなんですけれども、やっぱりフルーツの香りと味がちょっとしますね。これはですね、今の夏とぴったりのビールだと思います。もちろんそのラガーもいいんですけれども、もしエールが飲みたい時にこれがいいかなと思いますね。はい、それではスイスでの運転について話したいと思います。まず、飲酒運転はダメです。最初に話したいのは免許ですよね。在スイスの日本大使館の情報によると、日本で発行された免許はスイスで使えます。しかしこっちの人々は日本語ができないので、翻訳として国際免許も準備しましょう。厳密に言えばですね、日本の国際免許はジュネーブ条約っていう条約に基づいたものなんですが、それはスイスと、まあドイツもそうなんですけれども、ジュネーブ条約に加盟していないんですね。おかしいじゃないですか。ジュネーブはスイスの町なのに、スイスはその条約に加盟していないっていうところなんですけれど。でもそれが実際で、この日本で発行された国際免許は、免許としてスイスで使えないんですけれども、でもスイスは原本の日本の免許を免許として認めて、これを翻訳として使うということになっています。はい。免許と、まあ、国際免許を準備したら、次はレンタカーですね。今回使ったレンタカーは、チューリヒの中央駅に近いヘルツのものなんですけれども、ネットで予約して、当日行って免許を提示して借りました。これはやっぱり日本と同じですね。今回のハプニング、まあ、までとは言わないんですけれども、車はマニュアル車を予約したんですけれども、それがなくて、オートマしかなかったんですよ。でも今回運転してもらった彼女は、ドイツで運転免許を取得したばかりで、そしてマニュアル車しか運転したことないんですよ。初めて教習所以外の運転は、まあ、異国のスイスで運転することになって、そして運転したことないオートマ車になって、ちょっと戸惑ったんですよね。でも、レンタカーの店員さんが、まあ、丁寧に、マニュアル車分かってたら、オートマこれこれぐらいやればいいよっていうの、簡潔に、まあ、丁寧に説明してくれたっていうのがすごくありがたくて、大丈夫でした。話してるうちですね、このビールからの、この、香りがすごく出てきて、マンゴーみたいな味がすごく、まあ、美味しそうです。飲みます。飲酒運転ダメですよ。今回のルートですね、最初はチューリヒ州にあるウアドルフっていうところに行きました。いちご狩りです。僕の初めてのいちご狩りですね。日本でやったことないんですけれども、今回初めてスイスでやりました。紙の箱を渡されて、はい、どうぞ畑から取ってくださいっていう形でした。彼女曰く、日本のいちご狩りは1月頃で、だいたいハウス内にあって、まあ食べ放題の形式ですね。でもこっちは本来の旬の、まあ初夏、5月、6月頃になっていて、しかもオープンな畑で、ハウスじゃなくてオープンな畑で、制限時間内で食べるっていう形じゃなくて、箱に入れて重さで会計するっていう形です。今回行った場所は1キロ 5.5 フラン、まあ、だいたい600円ぐらいです。そして実際取って払ったのは6.5 フランでした。まあ、自分の箱持ってきて、いっぱい1個を取って帰った人もいます。多分ジャム作りに使いますかね。はい、それでは運転に戻りましょう。まずスイスは日本と違って、右側通行です。日本でばっかり運転してたら、スイスとか、まあ、外国に行って運転すると、まあ、混乱するかもしれないんですけれども、すぐ慣れるらしいんです。そして、標識や、交通のルールは日本と違うところがあるので、予習しましょう。一つ言えるのは、法定速度が違います。日本ではそうですね、一般的に時速60キロで、高速100キロです。スイスでは、市街地で50キロ、
そして郊外の一般道路は80キロで、高速は120キロです。高速で制限速度がないのはドイツだけなので、スイスではあるので気をつけてください。そして速度オーバーしたら罰金が来ます。高いし、厳しいので高速でも気をつけましょう。そしてイチゴ狩りの次の目的地は、ウーリ州のアルトドルフっていうところです。ウィリアム・テルの村ですね。あの動画を作ってからずっと行きたいと思ってたんですよ。まあ、結局結構小さい村って感じなんですよね。そして運転のいいところはですね、まあ、こういう遠いところで、電車が通らないところで行けるっていうことですね。まあ、もちろんお酒が飲めないところとか、自分の疲れに気をつけなきゃいけないっていうところとか、ある反面、電車のダイヤの束縛から解放されることとか、運転中にこういう美しい景色が見られることはプラスになります。スイスに限らず、どこの旅行でも同じですね。スイスでの運転の同席して思ったことはですね、まああんまり日本と変わらないかなと思います。まあもちろんその山道でくねくねしたことが多いし、まあトンネルが多いというところはそうなんですけれども、いい景色が見られて運転のマナーも良くて運転しやすそうです。日本と違うところはですね、みんなやっぱり制限速度を守ります。日本では高速の速度制限は100キロなんですが、ほぼみんな超えてますよね。高速で制限速度を守ってたら、後ろに行列ができます。それだったら法定速度を上げた方がいいんじゃないかなと思いますね。そして最後にルツェルに行きました。湖を見て、チューリヒに帰って、渋滞にあって、車を返しました。彼女に運転ありがとうございました。お疲れ様でした。って感じですね。今回は7時間弱のレンタカーですけれども、最低24時間の値段になっていて、レンタカーの料金、追加保険、ガソリン代、そしてパーキング代とかも全部合わせて合計、まあ130フランぐらいでしたね。そして例えば電車でチューリヒからルツェルンの往復の期間で、割引なしで2人で行ったら100フランです。だから今回、まあいろんなところも行けて、まあお得ですよね、レンタカー。はい。運転についてまた他にいろいろ話したいことがあるんですが、今回はここまでにしましょう。それでは質問や意見があったら下のコメント欄に書いてください。また次回お楽しみにしてください。バイバイ。おじんの今見ないでおじんだけど、なんか崖にさ、うん、スイスの国旗が飾ってるっていうか、なんか塗られてる。でかく、でかく、それいいね。その前